はアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、映画プロデューサー、俳優、テキサス州ヒューストン出身、サム・ヒューストン州立大学で学んだ。高校、大学と野球部に所属。その体験が、バッドチューニング、エブリバディオンツ・サム、世界は僕らの手の中に、に反映している。野球で、奨学金をもらっていたが、病気のためプレーを断念した。 1990年代にインディペンデント映画界から頭角を表した。1995年の恋人までの距離でベルリン国際映画祭の監督賞を受賞。作品の多くは1日の出来事を扱っており、ヒューストンを舞台にしていることが多い。インディペンデント映画とハリウッド映画の両方で監督を務めることができる器用な映画監督である。 インディペンデントから完全にハリウッドに移行する映画監督が多い中、彼は両方を行き来することができる。テープではワンロケーションの人間ドラマを撮り、ウェイキングライフでは哲学的なアニメーションを取り上げた。また、スクール・オブ・ロックのようなファミリー向け作品も得意としている。2014年の6歳の僕が大人になるまで。では、 ベルリン国際映画祭の監督賞、第80回ニューヨーク映画批評家協会賞、監督賞、第40回ロサンゼルス映画批評家協会賞、監督賞、第18回トロント映画批評家協会賞、監督賞、第72回ゴールデングローブ賞、監督賞を受賞。俳優のイーサンホークと仕事を共にすることが多い。ありがとうございます。